長野3-11サーダウン2ゴール残り2ヤード8周右、左スプリットの右パワーアイパス、1番へのパスは成功、しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。先ほどの反則はディフェンス側のパスインターフェアでした。この反則を長野は取りません。先ほどのパスがエンドゾーンでのキャッチなのでタッチダウンになります。